夏目ベイトです。間違って夏目先生殺してくれ誰か。あれ、来る、お願いします。よいしょ。いや今日も京都で僕は白いですね。今日一回もインポスター陣営引いてませんよ。どうなってるんですかね。よいしょ。めっちゃ上げてね。ナイス。おいライボー。ナイス。ナイス。今停電触ってたの誰ですか。あ、柿と誰か。他いないですか。柿さん上げてました、あの下げてましたよね電気。影丸があれ、あの俺最後入ってあの誰かがオフにするのを見ながら、あれなんでオフにしてるんだろうと思いながら上げたんですよ僕は。でその場には柿さんと僕がいたんですよ。で他にてかそれ仮に妨害してるんだったら他に触ってても出てこないでしょ。あ、いやまあそうなんだけど、いやじゃあなんか普通に柿さんのそのしどろ、影丸に下塗りされとる。柿さんのそのしどろもどろな感じがなんでなのって今思っただけだよ。あ、でも、でもいいっすか、あ、いいっすか、アドミン情報ででも触れるとこなかった気がしますけど。え、アドミン見てたんですか。アドミン見てたんで。何、貨物の証拠機ついてなかった。待って待って、リフト乗った音が聞こえたから。私、さんミーティング、あ、でも私が最後乗っただけ。あ、じゃ乗ってるから消滅してるか。ミーティングさんとね、エレキ2とね、展望2が見えて、で、貨物と、そう、証拠機がないなと思ったんだけども、あでもヌーンで乗ってる最中で消えてたのか。最後ヌーン乗ってる状態でボタンですか。ガキさんが若干あれで妨害してますこれ。え、なんでガキさん直してた、追放した、直してた、直してたっていう主張っすね。絶対直してた、絶対直してた。ガキさんが若干、じゃあ影丸とガキさんローラーでいいんじゃない。なんか、はい、ワンチャンマジで あると思うんだけど。決め打ちでもいいと思う。いやこれマジでワンチャンあるよな、カキさん。え、だって絶対さ、あ、待って、なんか、あ、何、なんかディスコードめっちゃバグってる。あ、何今の、なんか今ディスコードがめっちゃバグった。びっくりした、怖っ。うん、とりあえず大丈夫よ。びっくりした、今5回ぐらいさテラロンバランテラロンバランってなったでしょ。柿さん死ぬんかい。柿さんをシェリフで切りました。やめろやめろ。お父さんも死んじゃう。さようなら。あ、これでもこれテルゾさん。テルゾさようなら。ああ、グリオジー。中野アルマ、中野アルマメイヤーです。サントスさんに投票して証明します。え、別に疑ってるわけじゃない。証明のため。証明のため。いや、証明も何も、もうだって死んだのが。あ、そっか。あとベイトも、ベイトも出ていいと、ベイトも出ていいんじゃない。はい、夏目ベイトです。はい、よかった。あ、ま、影丸まで進みましょう。全員好き。え、待って。俺めちゃくちゃ白いやろ。隠しろといてください。あ、ちなみに今エンジンで一瞬光ったんで、多分それが。あ、なるほど。倉木さんと寺戸さんかな。じゃあテラゾーさん、ありがとう。カキさんはジャッカルなんで。テラゾーさん、ありがとう。テラゾーさん。あと2インポスター残ってますね。9人にローで、まあ、努力持ち2人いるから。まあ僕は多分死んでるでしょ。いや、立ち回りちゃんとすれば、いや、関係ないですって。立ち回り関係あるよ。お、マジで俺に入れてるやん。バンティーハンターいるからね、割り関係ない、ね。確かにバンティーいるからな。俺に入れてるやつ頭ありかんな。おめえだろ、夏目、今笑ったな。おめえだな。おめえだな。夏目だな。よいしょ。くそー。さて、まあこれで僕はめちゃくちゃ白くなったので、殺される可能性が高いと思ったけど、そんなこともなく、よいしょ、ふーちゃんがいる。ヒビリゲッサーが能力を使ったので役職が出たので役職が殺されやすい。ナイスボタン、ナイスボタン、いいね、素晴
晴らしい。もうバウンティーハンターがほぼ確定で生存している以上は多分ボタン連打が正しいと思う。確かに。リレーよろしくお願いします。返事ゼロ。できるかな。できるかな。まあ、全勝します。全勝します。ボタンないです。ボタンないです。絶対にボタンを押さない人間貨物脇。よいしょ、OK。はい、金庫早い。マジ金庫早い。でも多分もうみんなブラッシュアップされてきて、おそらく俺の金庫はもう普通。びっくりした。中のある豆や赤く白です。赤めたりんねがシャワーにさ。よいしょ。喉ズタボロや、俺。よいしょ。ああ。お、ナイボー。オスですね。真っ白白スケ。まあベータなんでね。スバラ。スバラ。間違って夏目先生殺してくれ誰か。頼む。頼んだ。本当に間違えたらそれ切るし。本当に間違えてくれ頼む。愚かなり人間愚かなり。よいしょ。もう絶対ベイトじゃんっていうやつ見たいから、マジで誰か間違えて、本当に間違えて夏目先生切るし、俺がインポスターだったらそういうことするから、マジで、あのネタじゃなくてガチでしちゃうときあるから、マジで誰か間違えてほしい。頼む。まあ、なんかどっちか一郎めちゃくちゃ透けてもうダメだってなったら誰か夏目先生キリシン行ってくれ。よいしょ。もうやだー。もう俺の机そんな広くないの。それ以上上にマウスを持っていけないのよ。よいしょ。砂風行った。あ、先にこっち行くか。誰今の。ふーちゃん。ふーちゃん戻ってきてたね。よいしょ。殺したりしてない？ふーちゃん。あれ？なんで？なんでベイト来た？ふーちゃん。ふーちゃん？違います。違う。願いが届いた。ありがとう。違うんですよ。あ、ちなみに夏目先生バイタルぐらいで死んでるはずです。あ、夏目先生、夏目先生ミーティングにいます。いや、ふーちゃん直前にメインで見てるんで、絶対下降りてバイタル行ってると思います。いや、ミーティングに夏目先生飛んでった。やべ、もう一キルの話した方がいいか。そうですね。これあれじゃない？これさ、あ、赤目さんはね、17秒前から死んでた。結構前から死んでる。17秒以上前。うん、そう。スナパイさん視点とかで、ふーちゃんってバウンティーじゃなさそう？違うと思うけどな。あ、じゃあゲスト多分生きてると思うよ、バウンティーが。うん、やべ、ちゃんと話した方がよかったな。しまった。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。あーあああリセットも食らうんじゃ、アーカイブにはなかった。ありがとね。ありがとね。願い届いたな。まさかマジでやるとは思わなかった。いやでも今俺ねちょっと思ったのは、ふーちゃんが夏目先生を殺した理由がバウンティーのターゲットだったから説もちょっとあると思ってて、まあ、スナパイさん視点ないのであれば違うけど、どうなんじゃろうねっていう感じじゃよね、リンネ様ね。よいしょ。あ、同じタスクじゃん。でもこれ俺のでもこれわらわのー。よいしょ。わあ！ちょっと待って。ああ！え、なになに？
あ、びっくりした。あ、なんで？なんで俺こっち行っちゃうの？なんで体が吸い寄せられる？なんで？なんで？あのタスクやると俺体が下に吸い込まれた。もう。いやいやいや。あ、バウンティーかー。リフト左、リフトは右側にある。あってます、スナパイさんがミーティングの上から降りてきた。今、あと、もう一つできる。あ、どうぞ。うん、はしご下に死体があって、センターがはしご登ろうとしてるタイミングで、俺が降りてきたタイミングと勝ち合ったのか。な10秒前くらいのアドミンでミーティングに昇降機1、金庫1で石油1だったんで石油主体かなと思います。もう一つがリニーさんどこいますか？10秒前ぐらい。石油がおそらくわらわでアップロードして石油通ってキッチン。さあミーティングだ。まずはスナパイさんじゃないですか、バウンティーハンターで。いや、あーでも10秒、どっちみちです。あ、ヌーンでバグったのか、俺の最後の挙動。ちょっと待ってね、証言がおかしくて、今俺がミーティングのタスクをやって、で降りてはしごの下であれだ、光ってヌーンの乗り場あたりに死体があったの、はい、で先端がはしご登ろうとしてやめてレポートした感じ。俺も今レポート連打したんだけど押せなくて。はい、ミーティングの2はどう説明しますか？それいつの話ですか？10秒前くらいのアドミン。10秒前だったらスナッパイさん上にいますよね。いるいる。俺は奥に出て見ていません。センター1回上がって降りてきたとかじゃないの？いや、違います。それだったら僕、キルできなくないですか？センターさん、金庫にいた？金庫、はい。金庫から行ってドア開けて上がろうとしてボタン押していくことしたら下がったんでレポートしました。あっと思って。いやちょっと待って、これはね死体の発見状況からして先端が一回死体スルーしてるんですよ。うん、でもミーティングの2が説明できないですよね、うん、サントスさん目線も金庫の1が数危ないですよね。2死体あるから金庫が死体なんじゃないかっていう話ですね、スナパイさんに、うん、いやーまあ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 、もうあの待ち構え方はね、バウンティーの、ま、あの構えなのよ。バウンティーの構え。あの状況見たら絶対俺じゃないんだけどな。ナイスー。ナイスー。結構でもあぶすごいすごい場面まで来ましたね、一気に。ねえ、結構危なかった。普通に分かんなかった。分かんなかった。せは何？ま、マジで間違えた。あ、連打してたらそこに夏目先生が入ってた。願い届いたわ。マジで。エレキのはしご下で死んでて、だから普通に見えてなかったんだと思う。やった。いやー、ごめんよ。ミートとシェリフが仕事したぜ、イエーイ。イエーイ。いや、あれは強かったな。くっそ。影丸が100億パーセントカキさんの停電妨害だったけどね。そうなんだよな。暗闇で君の元に高価の濃さの夜ら二人、暗闇で君の元に、いや心配いらね俺ら二人、暗闇で君の元に高価の濃さの夜ら二人、暗闇で君の元に、きっと変わらね俺ら二人。